香港国際警察ニューポリスストーリーは2004年に公開されたジャッキー・チェン主演の香港映画。上映当時ハリウッド映画の出演が多かったジャッキーの久々のオール・香港ロケの作品。過去の警察孤児シリーズと関連のない設定である。エンディングは日本公開版と香港公開版のにパターンがあり、NG シーンなどが若干異なる。 黒幕の女王を演じたダニエルウーは、後年、ジャッキーから常に厳しく指導され、彼を納得させるアクションをするのに苦労したと語っている。ある日、香港で武装グループによる銀行強盗事件が発生した。犯行後、あえて人質に警察へ通報させた犯人は、駆けつけた警官隊を凄まじい銃撃で帰り討ちにしてしまった。 香港警察特捜班のチャン警部は犯人を3時間で逮捕すると宣言し、自らの部下9人を率いて武装グループのアジトへと向かった。しかし、アジト内で部下が次々と姿を消していき、チャンは一人取り残されてしまう。部下は犯人グループの巧妙な罠に陥ってしまい、瀕死の重傷を負って捕らえられていたのだ。 ちゃんの前に現れた犯人グループのリーダー上は、ちゃんの得意分野で自分たちに勝てたら部下を助けてやるというが、動揺したちゃんはことごとく敗北し、部下を全員死なせてしまう。しかも殺された部下の内一とは結婚を約束した恋人の弟であった。事件後、ちゃんは停職処分となり、部下たちを救えなかったショックから酒に溺れていた。事件から一年後、落ちぶれて、 叫びたりの日々を過ごすちゃんの前に、シュウホンと名乗る新しい相棒が登場する。ちゃんのことを僕のヒーローと慕うシュウホンによってちゃんは少しずつ立ち直り、再び犯人逮捕に挑むことになる。その過程で、ちゃんは犯人グループのメンバーが改正会、財界、放送会の子女たちで、リーダーのジョーは上司でもある警察部長の息子であることを知り、 彼らが自分たちの協力のためだけに犯罪をゲームとして楽しむ姿、そして同時に過保護や虐待などの過酷な家庭環境が招いた彼らの心の闇を垣間見ることになる。やがて上達犯人グループを追い詰めたチャンは、死ゆ本の意外な正体と部下の死について隠された真相を知ることになる。吹き替えは、ビデオ版を DVD 版、テレビ版で流用。演出。 一気みつランサーエーボリューション4劇中に登場する車両の大半はパジェロやランサーエーボリューション4などジャッキー映画の定番である三菱自動車製のものである。ありがとうございます。